スコーネ戦争はデンマークがかつての領土であったスカンディナビア半島南端スコーネ地方の奪還を目論んで当時バルト帝国としてバルト海の覇権を握っていたスウェーデンに対して行った戦争である。1675年から1679年まで行われた。当時スウェーデンはブランデンブルク戦抵抗。 フリードリヒビルヘルムとの戦争で大陸側の領土を一時的に失っていた。後に、西ポンメルンは、フランス王国の圧力によって、ブランデンブルク選定港から返還されているが、スウェーデンの影響力は大幅に低下した。ヨーロッパ大陸本土で、スウェーデンが苦戦しているのを見たデンマーク王クリスチャン・五世は、スコーネ地方の奪還を狙い、スウェーデンに対して、戦線告した。 オランダもオランダ侵略戦争の後戦国であることからオランダ海軍を出撃させ海軍同士が共闘し合うこととなった。デンマークにとって有利なことは当時のスウェーデン海軍が弱体化していたということだった。デンマーク軍はスコーネに上陸し占領することに成功した。同時にノルウェー軍も北から侵攻した。しかしスウェーデンは 国王カール11世が申請して、スコーネに進撃した。前哨戦であるハルムスタッドの戦いで、スウェーデン軍がデンマーク軍を退けたことで、デンマーク軍とノルウェー軍の合流が避けられ、イエーテボリは解放された。そして1676年、双方の本軍がルンドで開戦した。この戦いで、スウェーデンが勝利し、デンマークは退却した。 ルンドの戦いは、両軍で一万近い戦死者を出し、北欧史上最も陰惨な戦いであった。ルンドの戦いは、スウェーデンがスコーネ全土を奪回するきっかけとなった戦闘だが、なおも一進一退の攻防が続いた。陸戦において、スウェーデン軍は苦闘を続けた後、1678年にスコーネ全土を奪回することに成功する。しかしたスウェーデン本土に、 ノルウェー軍が深く入り込み、撃退するには、ほど遠い状況であった。その一方、スウェーデンは、カール11世のスウェーデン陸軍の指揮を通じて、指導力に対する信頼が生まれることとなった。エーランド島の海戦スコーネ戦争は一気に、スウェーデンが盛り返すかに思えたが、艦隊戦では全く展開が異なることとなり、1676年のエーランド島海戦では、 スウェーデン艦隊はデンマーク・オランダ艦隊に乾杯を喫し,し、両国がバルト海の政海権を握ることとなった。翌1677年のデンマーク艦隊とスウェーデン艦隊が衝突したキューゲワンの海戦においてもデンマーク艦隊が対象した。当時スウェーデンの海軍は全く更新されておらず、バルト海の派遣にきしみが生じていた証拠であった。この事態を裏付けるように、 ブランデンブルク戦抵抗、フリードリ・ヒビルヘルムが海軍を設立し、バルト海南岸を威圧するに至っている。また、オランダ侵略戦争でスウェーデンと敵対関係にあったオランダによるデンマーク海軍への共闘も、また、海戦でのデンマーク優位に至ることとなった。この一連の海戦の結果、スウェーデン海軍は壊滅的状況に陥ることとなった。スコーネ戦争に戻ると、 両者は共に、自国の切り札を存分に使い、知事の戦闘で優位に立った。また、スウェーデン海軍の弱体化は、結果的に、デンマーク海軍の南バルト海進出を許し、ゴトランド登場陸もされた挙句、スウェーデンの大陸側の領土も占領される、ありまであった。スコーネ全土を取り戻したスウェーデン、一部のスウェーデン領土を占領したデンマークは、それ以上戦況は好転せず、 結果的に戦争は硬着化し、沿線気分が漂い出した1679年8月、両者はフランス王国の仲介により講和に同意した。オランダとスウェーデンも同年10月に内名編の和訳によって講和した。スウェーデンは1677年頃から和平を模索していたが、翌1678年にカール11世の側近であるユーハン・ユレンシェーナが、 コッペンハーゲンに和平交渉のために向かっている。この交渉時の一つがカール11世とデンマーク王妹との婚約であった。講和条約によって領土は戦前の状態に戻すこととなり、デンマークの野望は挫折した。スウェーデンも得るところはなかったが、バルト帝国の維持には成功した。しかし大陸側ではもはや戦前の状態を維持することは不可能となっていた。 何よりも、講和条約自体が、フランス主導で、サンジェルマンアンレイやフォンテーヌブローで行われ、スウェーデンは参加できなかった。デンマークも、フランスの圧力に屈した。条約の批准はデンマークにとっても屈辱であったが、それ以上に条約に参加することすらできなかった。スウェーデンははるかに屈辱の和平として捉えられた。この戦争は、結果的には引き分けであったが、 スウェーデン側の軍事力の低下や絶対主義の不完全さによる貴族勢力の介在が存在した時期でもあり、あらゆる面での弱体化が進行していたために、ブランデンブルクプロイセントの戦争と等しくスウェーデンの敗戦とみなされることもある。しかしこの戦争はデンマークにとって実りある結果をもたらさなかった。クリスチャン五世の望みは果たせず、政治的にも経済的にも 打撃をもたたらすこととなった一方、スウェーデンにとって国力の低下が露呈したことは逆に国政改革の実行に弾みをつけることとなり、スコーニ戦争におけるカール11世の指導力が評価され絶対君主制の容認へと至ることとなった。両国の和解により平和が訪れた。何よりも両国は平和を望んでいた。その帰結としてクリスチャン5世の妹、 ウルリカエレオノーラとカール11世の結婚が成立した。1680年に二人は結婚し、両国は20年にわたる平和がなった。ありがとうございます。